ファミツアップのミコだよ。え、ミコ先なの？うん、今日はそうです。もうなんか分かんなくて忘れちゃった。サジさんとの、あ、サジさん、はい、紹介してください。通信シーブのサジキコです。イエーイ、お願いします。今日は何キラバトル動画。そうそうそう、そうだそうだ、こういう流れだった。まあまあ、久しぶりにね。ほんと、キロ先生なんで、いつ最近ですね。サジさん久しぶりじゃないですか。お忙しいんですね。これね、ミコさんがですね、あの、僕と撮影するときに、あれ、ミコ来ねえなと思った、すいません、飯食ってましたとか、ご飯だ、なかなかね、パンチの効いたことしちゃうし、2人の動画なかったんですけども、はい、でも久しぶりにやりたいと思います、はい。で、まあ、今日は恒例の、まあ、新ジョブじゃないや、新キャラ、新キャラが、来たのに合わせてですね、例の100連、そう、100連動画、これ Z ですか、見えない、こうか、あ、これちょっとね、反転するんで、ちょっと分かんない、まあ、どっちでもいいや。まあまあ、あの、新しい、そう、キャラクター、DNA 再構築キャラとかを手に入れたいなと思って追加されてるので、ちょっと引いてみようかなと。やりますか。まあでもこれ、あの、長いことやってきたけど、うん、もう本当引いてるだけなんだよね。本当に引いてるだけ。しょうがないんだけど。申し訳ないけど、でも、はい、まあ、みんなに気持ちのいい動画を。一応もう金紙確定みたいな感じにはそうですね、なってますね、なってますね、なってますね、これまでの蓄積により、そうそうそう、そうですね、蓄積に、はい、積み上げてましたからね。これもうちょっと計算したくないですね。あ、まあそれはね、お金が、まあまあね、はい、まあまあやっていきましょう。じゃあ今日はミーコさんが、私がいい、はい、私がさ、やってみましょう。でも言っても結構出ると思うよ。まあ絶対に、まあ初っ端から出ますよ。4人追加されたよね。4人追加されました。やっぱ半分は出したいね。2人、まあ、まあ2人、2人は出しま、出しましょう。じゃあ行きますよ、とりあえず。はい、まあ、初っ端気分よく、これまあだから、あの、タイミングよく行くと 出やすいってやつですね。そうですね、うん、はい、みんなで、うん、こういうのあれだよね、こう、あ、でも長い、ロードが、ロードが長い。あ、虹、虹が出た。あー、オルバさんね。あ、そうか、サジさん、オルバさんラムダ化したんですね。そうです、なのでまたオルバを最初からそのオルバになったんだがいると。あー、チェコラブさん、これは、あ、卒業した。あ、卒業、おめでとう。ググバ、あ、ググバも卒業した。早いな、もう早いっていうか、まあまあまあ、使ってたっていうのもありますから ね、 ね、まあまあでも、あ、ゼロバーも、あ、じゃあこのゼロバーも、これはだからオルバ化させたんですね。オルバじゃねえだラムダ化さ、はい、いつもオルバとラムダ間違えちゃうんだよね。いや、最初に石村さんが間違えたね。あーすか、じゃあゼロ、はい、あー、バーナー、この辺は、あ、お、卒業だ、おめでとう。すっかり忘れたけど、あれだね、季節して卒業が、まあそうですね、そう、卒業さん多いな。あ、椿さん、椿どうだろう、椿さん出てなかったみたいな。でももう結構来てるよ、まあ、最後のラストスパートばかりしてますね。あー、リンキー、かわいい。あー、卒業、あ、出なくなるの寂しいな。これちょっとなんかリンポー祭りあるんじゃないの。ちょっとあり、そうですよね、見たいな。おー、ココちゃん初登場。僕ここ持ってなかったですからね。ああ、じゃあ初登場だ。ここはいますけど、ラムダはラムダはいない、まだしてなかったんで。しかもこれプラスの紙ですよね。プラスだからすごいレベルもガクンと上がっていいですね。ココちゃんかわいいな。ああ、ジェニー氏のじいちゃんね。これは僕ラムダ化したんで。あ、じゃあまだ初っ端から始めるんですね。また初期状態の初期状態ジェニー氏。あ、そもそもラムダ化されてる、結構頑張ってラムダ化したんですよ。すごい、え、いいですね、サマさん調子いいですよ。これ調子いいんじゃない。とりあえず一人出ましたもん。違うよ、だって、あ、そっか、ここはもう前いたか、いたか、前からいるから一番最初のラムダですもんね。そうそうそう、オルバじゃないよ、ラムダだよ。よし、なんか、ね、あれだね、こう回してる時何もないとさ、こう何もないから。そうですね、あれだよね、なんかこう例えばこう、え、おい、プラスもついてる、もう2枚、あ、またオルバ動画見てる、コメントとかねつけてくれる人いるんでね、うん、あの、あ、ハミさんいらっしゃいます。あ、そうだ、ロリサンドラにしたんですよね、きっと。ロリって言うなよ。かわいいんだもん、ちっちゃくて。僕がしましたよ、すごい強いね。強いですよね、やっぱりこう全部つなげるのがやっぱ強みだね。あれはね、すごい強いですよ。あと絶対ヒールも増えましたしね、あれはいいな。ちょっと今後のヒーラー系に期待したい、うん、ついに出ました、声優。これ、まあ友達、友情の方でも出るんですよね。これは生放送で
事件になって、まあ、事件大事件になりましたね。僕ねまだ引いてなかったんですよ。おじゃあいい、あそっか、でもまだそっかそっか違う違う、まあでもこまだ過去の、うん、まあまあ、まあ、過去って言ったらいいんですか、まあそうですね、1個前の追加のやつですね、うん、これね、サマさんね、ああゼロバーで結局ねこの辺がね変な話復活しちゃってしてきちゃったから、そうちょっとまたまたあの確率的には寿命にいかんなったんですよね。でも久しぶり、あーすごいなすごい出てくるな、意外にかぶってるから、うん、やっぱもう結構もうでほらほらできてます、サマさんとラムダ化したやつしか出てこないと思う、うんうんうん、いやーあーまたまたおる、あプラスだし、あでもあもうシーナもシーナまだマックスじゃなかった、あ卒業おめでとうしいなぁ、嬉しいなぁ、あーね、なんかだんだんこれは見えてきたんじゃないですか、まあそうです、ね、もうサマサ、オルバ、ゼロゼロ、ジェニー氏もちょっと出たのにもう一回出てほしいな、よしもう一回で、まあレインボー来るかどうか、レインボーね来るよ、もう2枚くらい、でもレインボーは楽勝で被るやん、うん、出ないの、こういう時だ、こういう時こう持ってないな、こういう時どうすんだっていう話ありますよね、あ、でも卒業してほしい、あー、ジェニッシュ、まあ、卒業があるけどね、いやでもまだこの結構あるよ、うん、先が長い、あー、ミスさん天使天使アミさん天使いた、オルバちょっと今日ちょっと本当どうでもいい話していいですか、今日朝洗濯物干してたんですよ、で寝ぼけてたのかなんかあのハンガーをこう何ポールみたいなのにこうやってかけるじゃないですか、うん、でハンガー持たずにポールにゴーンってなんかぶつけちゃったんですよ、そしたら爪がほら見える、ほら綺麗になんか綺麗にマッシュマピョンって、えマジで、ほう何それ、すごくないですかこれ、見えてるのか分かんないけどみんないや見える見える分かる、これすごくない、なんでそんな直角になんか綺麗に、でこれ本当にまっすぐなのかなと思って定規を当てたらめっちゃまっすぐだろ垂直、いや君んちのそのあれじゃない、物干し竿ってやばくない、やばくちょっとすごいびっくりしちゃって、マジかと思って、攻撃力ありすぎじゃんそれもうなんかすごいなと思って、まあ、それを話したかったんです、今日一番のハイライト、ね、嬉しい、まあね、ああすごいな、そこを言うためにいいけどさ、洗濯物干してさ、うんうん、会社来んの、そうですよ、ちょっと今、まあ、雨降ったらどうすんの、いや今日雨降ったんですよ、だからちょっと心配なんですけど最悪じゃん、マジかと思って、今日晴れって言ってなかったっけみたいな、はいもう部屋干し、部屋干しじゃないですよ、ベランダなんですよ、まあ、でも今晴れてるから大丈夫でしょう、亜美さんまたちょっと季節柄ちょっと怖いです、ね、そうゲリラ豪雨とかが怖い、ちょっと待って、まあ、さっと終わっちゃいましたけど、亜美さんが3回ぐらい出てくれた、嬉しい、まあ今の何もなかったって言って、まあ顔じゃないですね、出てほしいな、いやでもほんとそろそろ出てほしい、あっ2、3枚3枚、ああま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 あ、まあ、出たやつはねこう出てくるんですよ、そうですねきっと、うん、あもうサマさんすごい出るな、もうちょっと先にしようんじゃないこれですね、プラスが来ればねさらにこう早まる、まあ、そうそうそうという、ああまあゼロバップね、こうプラスはいいですよ、ね、うん、プラスいい、出た時もちょっと嬉しくなっちゃうし、あ、まあこいつらだな、そうですね、あとアビさんとか、あら2枚目、あと1枚誰だろう、やべえレインボー2枚で、ね、清流清流ってすごい、逆にゆうこさんちょっと持ってないですよこれは、いや逆に持ってるかもしれない、この企画の趣旨からはまあまあ外れてますね、新しいやつを出す欲しいな、おオルパも終わりそう、もう終わりそう、サマ様ももう終わりそう、でもさ終わりそう、もう次で出たらピンストがね、そう卒業サマ様おめでとう、おめでとう、しかもプラスだし、やっぱブーストがね、センスはそうですね、上げやすい、かぶった時にすごい上がる、ボンってレベルも上がりますもんね、結構椿、まあまあまあ、あった椿いるんかね、まあでもあと1回で、わあ次、あもうここかい、まあここかいで嬉しいけどね、ここちゃん大丈夫、これ新しい入ってるのかな、入ってる、ちゃんとアップデートしてます、アップデートって勝手にされるでしょもうじゃあちょっと、ちょっと一回させて引いてみましょうよ、ポチっていくぞ、じゃあこれいってほしい、これもうレインボー、レインボーズバズバッと、持ってない、サジさんも持ってないぞ、お前なんか他にねえのか洗濯物の話以外に、あ洗濯仕込んどけよこういう時のために、あそうかそうか、
いや、そうか、でも洗濯物の話今日ほんと、あ、100% だ、椿。そう、おめでとう。ホルモンほら、そっちで。あ、そっち、おめでとう。これ次大チャンスじゃないの。これ、クイ来ますよ、来ますよ。みこさん、これ来ますよ。まあ、ジェンニッシュね。まあ、70。もう、もう、あと3回出たら。ジェンニッシュと、ゼロバーガー。と、お、ジェンニッシュ、あと2回。いや、ちょっとなぁ。あ、ゼロバーね、ゼロバー。バーでも、あと1回です。こうね、あーもう一回ジェニッシュもこの二人仲良く卒業してほしいな。まあなんとなくこうお年寄り、あ、うん、卒業ですよ。しかもプラスだから。さすがね。いいですね。よしよしよし、おめでとう。これは高まってきたんじゃないの？アニさん。ねえ、でもどんどん候補者が減るってことは、まあ、これ高まってきてる。虹神、虹神様、虹神様になりたい。あー卒業だ。いいんじゃない？いいですね、この。おめでとう。あー、アミさん出なくなるのすごく嫌だしょうがない。アミさん出なくなるのすごい嫌だな。俺でも虹神チャンスあるんじゃないの。じゃちょっとやりますよ私。いいよ、虹神チャンス。あと3人ぐらいでしょ、だって SS。 そうですよ。あー、虹神だ。虹神。ちょっとこれさ、だからさ、今最初金だったじゃん、うんうんうん、これで全部卒業するんじゃないかもしれない。ちょ、やばくね今の。嬉しい、虹神だ、すごい、全てが虹神になる。嬉しいって、そんな、こんな金金使う当たり前だろ。言っちゃダメだよ。うわー嬉しいな。アミさんが卒業する。卒業、これでおめでとう。アミさん、ね、今でもずっと好きさ、椿これからも好きだ。あ、ルートか。ルート、はい、持ってますね。あー、あ、インディーシブル、うん、あ、100%でおめでとうございますよ。インディーシブルも卒業した。おめでとう。初、まあ、最初にね、うん、追加されてる。あー、ピッツァーだー。ピッツァー、かわいい、かっこよくなっちゃって。でも本当に、あ、お、来た、ベビン、今回の一人目ですよ。4人の4分の1来ました。4分の1来た。かっこいいなー。かっこいいなー。あー、ありがとう、ありがとう。いいですよ、しかもプラスだし。熱いぞこの展開。ありか好きなんだよ、これ。これを、男の人、最初私女の人かと思ってたんですよね。見えるよね、ちょっとね。そう、男の人なんですね。まあ肉食品、ね、まあなったから。もう2人出たよ。出ましたよ。私はノルマ達成ですよ。ノルマ達成、嬉しいな。レニーかっこいいな、やっぱな。あれ、オルバー、レニー、オルバー、僕育てた。あ、 100% だ、すごい、もう卒業だ。あ、ピッツァーだね。ピッツァーかわいいな、本当に。もう、かわいい。わあ、虹が、いいですよ、虹神チャンス渡しますよ、譲りますよ、虹神チャンス譲りますよ。あと、なんだ、プロペと、ププロペじゃないですよ、あ、ププロペだ、プロペ と、あれ、あと、ゲゴナゴだっけ。あ、ゲゴナゴさん、ゲゴナゴじゃないですよ、違う、ジェニッシュ。ゲゴナゴだってんじゃない。ゲゴナゴだって、確かゲゴナゴ、お前今違うって言ったじゃねえかよ。間違えちゃった。よし、そう、かっこよくね、あの、このマークなんですよ、ね、かっこよくなったね。そう、なんで、していってみるか。ちょ、なんで、打ち合わせしたのにな。よし、やって。いや、ミニコさんが惑わすからいけないんですよ。でも、これすごいぞ。奇跡の。あ、もう完璧ですよ。やっべえ、これ。完璧。みんな見たことある、この映像。いや、これ。すごくない？もう欲しい人に分けてあげたいわ。ください、ください。育てるの大変なんだよ、まあ、そうですね、レベル上げも大変だですしね。あ、サマさんも。サマさん俺レベル上がってんね。あと、もう、もうちょいじゃないですか。サマさん頑張ってた。お、来た、ごめん。来たー、女の子ね、かわいい。このクマの方が、ぬいぐるみの方が攻撃してるんですよね。こんなウエストになってみていいな。でもミニコは結構細いよ。まあまあ痩せてる方だとか、ね、自負してますからね。まああんまり痩せてる。こらい、あ、オーケー、ほら、ゲコナゴ。かっこいい、いや、かっこいいな、これね。かっこいい。か、中にのこの妖精ちゃんがかわいいですね、持ってる。まあでもなんか明らかにこう悪用しそうな感じですけどね、これね。ゲコナゴなんかまあまあやりそうです。大丈夫なんですかね、これ。大丈夫かな。でも嬉しいな。あ、またサマさん、あ、卒業じゃん。卒業だ。おめでとう。あ、この辺はあの僕使ってたんでね。まあ使ってますもんね。はい、育てるのも。あ、でもレギンさんプラスでいいですね。うん、もう全部出たじゃん、すげえ出ましたね。もうだからもうやんなくていいんじゃん、これ。次の、あ、ユッカも出てきた。すごいな、おめでとう。ユッカはね、まだね、今育て中、子育て中。
あー、もうピッツバーさんよう出るね。ピッツバーさんまだね、全然いっぱいの、まあ、まだ再構築もしてなかったんで。あ、じゃあちょうどよかったですね。そう、うわ、もうこれ引かなくてよくない？ダメですよ、何言ってるんですか。ねえ、だってもったいないじゃん。おっと、そういうこと言っちゃいますか。これだって次また追加された時にさ、そうやって弱気になりますか。いや、いくらかかると思って俺さ、毎回さ、下のさ、まあ、セブンイレブンでさ、あの iTunes カードのさ、あの1500円から5万円ってやつあんじゃん、うん、知ってる？あー、ありますね、まあ、あれ毎回3万円分でくださいとか言って。あ、あれね、こいつ気違いじゃねえのみたいな、絶対思われてるよ。他のやつでもさ、うん、その結構買ってるから使うって言って、うんうんうん、まあ、あの課金課金中課金中やばくねみたいに絶対思われてるよ。まあそういうふうなこと言うのは、まあ次回のために撮っときますか。はい、じゃあ撮っときましょう。でもまあ皆さんに虹の髪をね、のオールレインボー、オールレインボー見せたんで、見ていただけて、どうでしたか皆さん、まあ、よかったでしょ、すごくない、まあまあ、嬉しいな。はっきり言ってこいつらふざけんなよって思ってると思いますよ。そんなさ、あの湯水のごとにさ、お金使ってさ、普通はやらないんですから。まあそうですね、はい、でもこれは皆さんの期待に応えるためにやってますからね。まあキラーン、その見てふざけんじゃねえよと、俺も弾けるぜっていうのね、とか、まあそんなことしなくても全然お前らよりやれるぞとか、やれるぞっていうふうに思っていただければ、もう僕は幸いで、幸せです。はい、そんなことよりセブンイレブンの店員さんがどう思ってるのか気になっちゃう、不安です。不安。まあ、またじゃあ次回新しいキャラクターが登場した時、まあ、続々ね、今後もね、もう出るって言ってますもんね、あの、うん、再構築キャラ登場する中心に出てくると思うんで、うん、その時はまたこの僕セブンイレブン行ってきます。なるべく間が空いてくれた方が忘れてくれるかなと思いますけど。いや、もうそんなことさせない、毎日のように買わせよう。はい、ちょっと100連にはね、ちょっと届かなかった、ノルマ達成したから、ノルマ達成したから、はい、いうことでお届けしました。また次回ね。そうですね、これあのミーコチャレンジとかいろいろあるんで、あ、最近はでもミーコチャレンジよりも木野先生チャレンジをね、私は頑張らせてます。頑張らせてます、うん、まあ、木野先生今でもあの引っ張りだこですから、ね、そう、売れっ子じゃんなっちゃったんですよ。売れっ子ちゃんなんで、今頑張って呼ぶの大変なんですけど、頑張ってミーコが、僕があの先輩なんで、あ、先輩の権限いいんですか、それ大丈夫ですか。大丈夫です、もうどんだけ世話したと思ってですか。まあでもそれを皆さん楽しみにして、はい、次回お待ちください。またお会いしましょう。じゃあ今回はここまで、バイバイ。チャンネル登録忘れないでね。チャンネル登録させてもぐんぐん増えてると思う、ね、そう増えてるから、まあ、ザップじゃあねー。